高らかに今音楽が鳴り響く中、富宮原選手、そして調子の選手だけが残りましたね。本当ですね。これね、やっぱり今日僕思ってたんですけど、象徴的な大会じゃないかなという気もちょっとしてるんですよ。はい、まあ、タレス選手はね、ちょっと偶然という感じもしますけど、はい、僕ミショー選手見てるとやっぱり元気がちょっとなかったなと思うし、はい、おっと、これは激しい転倒ですね。ちょっと激しかったですね。これはバイクの上にのしかかってくるような転倒ですが、思い切りバイクごとここでこらえようと思ったんですが、ここで残念ながらアプリリアクライマーに乗ります富宮原選手、ここでセクションから落ちてしまいました。減点5です。さあ、そしてアモス・ビルバオ選手、さあ今のハーバラ選手の失敗をすぐ自分のものに何かこう吸収して挑戦してもらいたいところなんですが、さあここで前輪と後輪の間にすっかりこのケーブルコアが挟まった状態からこの前輪を前に少しずつ押し出していきます。いいですね、いいですね。これでもう次行ける格好になってますから、はい、すでに。さあ後輪を高々とケーブルコアの上に登ったままの状態です。さあここまで持ってきました。さあここが登れるか。もう5になってますからね。あ、もうダメですね。あ、残念ながら諦めてしまいました。アモス・ビルバオ選手もこの時点で減点5です。今のね、失敗した人の小さなコアから大きなコアへ乗るところの助走のつけようがないんですね、はい、ですからそこで動きが一度止まった時にはもう登れないと見た方がいいんじゃないですかね。そうですね。さあ第2セクション、タイヤセクション逆方向からこちらも入ります。アモス・ビルバオ選手、今ここまで綺麗に通過してまいりました。最後にタイヤから丸太に飛び移るあたりは、これは難しいね、どうしようかなっていうところですね、はい、これはライダースミーティングの中でテリー・ミショー選手以下海外の選手がとにかく無理だよと、この逆走だけは無理だというふうに言ってましたね、それはみんな言ってましたね、はい、見てみんなで難しいねって言ってました、さあここでタイヤに乗り移る寸前に、アモス・ビルバオ選手残念ながら逆に怒ってホッとしてるんじゃないですかね。そうですね。次の丸太までこの後丸太まで飛ぶのはやっぱり本当に怖いと思いますよ。そうですね、5点減点となりました。さあ富宮原選手、ここ常識、今まで皆さんがその選手の各選手が言ってたとても無理だよというその常識の範囲を覆して、さあ果たしてクリアしてくれるでしょうか。でもね、乗っかる場所がないんですよね、やっぱり。まあ、あそこでターンして次に大きなタイヤ乗って、はい、2つ目のタイヤを越えてその次の丸太ですね、そこに乗っかる方法がないんじゃないかと思うんですけど、さあここまでは綺麗にクリーンでまとめてきています。さっきはね、さあここまで食らいついた、この先ですね、丸太の上に平らな部分っていうのはそうないですから。そうですね、これは形の体勢を変えていくしかないか。もうああなったらあそこから先に登る方法がないですもんね。これはもう選手にとってのラインが存在しないのかもしれないですね。しかしその不可能を可能にしてくれる何か奇跡が起きるでしょうか。これの場合もう持ってきようがないと思います。あっと、この時点で減点3。さあまだこらえてます。選手も苦しげにうなりを上げてますが、例えばこらえてあれで向こう側へ行ってしまったらいけませんから、はい、ここでオフィシャルから減点5が言い渡されました。やはりちょっとね、各選手言った通りラインがないというのが必要だったようですね。かなり決勝戦難しい展開となっています。富宮原選手、アモス・ビルバオ選手それぞれが減点5、各セクション減点5、ここまで減点10となっていて、途中でターンをすると斜面の途中でキャンバーターンをして、これは難しいですね。タワーの上に登らなければならないという。さあ行きました。さあここまで行きました。素晴らしい富宮原選手。さあここでゆっくりと方向を変えます。
さっきから見てるとはい、まあ、ビルバオ選手もすごく今日乗れてますけど、やっぱりアーマラ選手がさらによく乗れてますね。そうですね、この2人の争いでは気力において僕はアーマラ選手の方が今勝ってるんじゃないかなって気がして見てるんですよ。現在アプリリアの中でボジスに次いでナンバー2ということなんですが、そのボジスよりも今回いい成績ですからね。今日の時点で言えばですね、完全にボジス選手を上回っているコントロールの良さですね、はい、で今の2メートルのステアケース上がる時もですね、さっきからビルバー選手は一生懸命飛びついてる感じがありましたけど、はい、彼は今軽々登ってますからね。さっきから何でも言ってますけど、世界選手権に出るトップライダーっていうのはですね、学習能力が非常に高いですから、1、2度走っちゃうともう全てそのコツをマスターしたいなとこありますからね。さあ、これ一気に登っていくか。あーっと、ここでこれは意外だったな。これは意外ですね。残念ながらこの時点でトンミアーバラ選手は減点5ですね。これは予期せぬ意外でしたね。減点でしたね。アーバラ選手自身がこの時点で今スローが出てますが、信じられないですね。さあ、アモス・ビルバオ選手、ここまでは簡単に。こうなるとね、はい、気分が本当に楽になると思いますよ。ビルバオ選手が伸び伸びとやれるんじゃないかなと思います。さあ、そうしますと先ほどマンダーさんおっしゃいましたけど、この2メートルのステアケースをまずピシッとクリアすることから余裕が生まれてきますね。そうですね。さあ、ビルバオ選手、ここで彼も問題なく上がると思いますけど、はい、さあ、手前の枕木を利用しましてジャンプして飛びついていきました。これは成田選手と同じ方法ですね。同じ方法ですね。さあ、ここまでこのテラスに今とどまっている状態。さっき成田選手と同じ方法って言いましたけど、はい、全く自転車の方法なんですよ、あれは。なるほど、2人とも共通してますからね、それは。 BTR ではやはり何かこうきっかけを掴んで飛ぶというのは多いですからね、それとさっきのそっくり返って落っこちそうなフォームですね、はい、すごいなりましたね。あれはもう自転車全部ああいう格好で行くようになってますから。なるほど。さあ、ここから今の標高を生かして、さあ、足は2回つきましたが登り切りました。さあ、ここからが違います。さっきね、今ビルバー選手ポポンと途中ちょっと飛びましたけど、はい、アーバラ選手が失敗したのは前の人のタイヤの後に乗っかってスリップしたせいかもしれないですね。なるほど、斜面がより滑りやすくなったという。そうなんです。タイヤの後のついたところは普通よりちょっと滑るんですよ、はい、それで今彼もそれを避けるようにしてちょっと飛んでましたね、はい、さあ、タワーセクション。さあ、これはここから向きを変えて登れっていうんですからね。おっと、すごい。さあ、ここは上がりきってもらいたい。ここでこらえられるか。長谷さんからも頑張るのかい。さあ、やった。長谷さんからもものすごい拍手。すごい。さあ、クリアしました。素晴らしい持ち応えました。いや、やっぱりブーツのグリップ力ですよ。そうそうですか。アマス・ビルバー選手、ここでですね、もう危うく落ちるんじゃないかと思ったんですが、本当に冗談抜きでこれ支えてるの足だけですから。そうですね、まあ、足が長いことも挙げられるんですけども、そうですね、脚力プラス、そうですね、常にアクセルは開けすぎなかったという、彼の冷静な判断も良かったですね。そうですね。